まあ、でもそれなりにいろんなこうメニューを試せて私としてはいいかなと思ってるんですけれども、これからもちょっといろんなチャレンジしてレパートリーを今後増やしていきたいなというふうに思います。さあ、それではメッセージが1通届いているのでご紹介しましょう。ラジオネーム教えたガールさんからです。かわえぬぎさん、こんにちは。こんにちは。密かにキャラクターグッズ展開を企んでいる女、教えたガールです。嘘です、笑い。でも、もし自分だけのグッズを作れたら楽しいだろうなって夢見た人も多いのではないでしょうか。というわけで今回はそんな夢を形にしてくれるお店アンプリメをご紹介します。アンプリメは坂出市五部所町坂出工業高校のすぐそばにあります。 T シャツなどへのプリント事業を展開する会社に勤めていた植田理央さんが2018年に独立。お店の名前は事業に関係する言葉を探している際響きが気に入ったということで、印刷物を意味するフランス語のアンプリメと名付けられました。お店は高松市でスタートし、現在の場所へは2020年の秋に移ってきましたが、もともとこちらでは植田さんのおばあ様が文房具やタバコの販売、クリーニング店などをされていました。しかしお店を畳まれた後にしばらく空き家となっていたため、人がいなくなると急激に建物は老朽化してしまう、せっかくいい場所にあるのだから使った方がいいということで、お孫さんである植田さんが拠点として活用することを決めたんだそうです。アンプリメではお客様のご要望に納得のいくデザインと品質で応えたいという思いから、基本的に植田さんが一人で全ての工程を手掛けられています。取り扱っているアイテムとしては T シャツ、パーカー、帽子、バッグなど、お店にあるカタログの中からであればプリントに対応していて、これまでに高校の文化祭で着るクラス T シャツだったり、部活動やスポーツチーム、飲食店のユニフォームとしてなど、多くの場面でデザインに携わっています。この他にもお客様によるデザインの持ち込みも OK で、例えばお子様が描いた絵をそのまま T シャツへプリントしたりなど、大切なデザインを記念にプリントすることもできます。さて、そんなプリントを注文するときに気になるのはやっぱりお値段ですよね。以前私の知り合いが別のプリント会社で数枚の T シャツを見積もりしたところ、最低でも100枚単位で注文しないと単価が下がらず、少ない枚数では1枚あたり1万円を超える T シャツになってしまうというお話でした。だけど安心してください。アンプリメでは1枚からリーズナブルに注文を受け付けているそうで、その一例として T シャツに10センチ角のプリントを入れた場合の価格はデザイン料込みで1枚1200円から。これは本当に安いです。この価格差の理由はプリント方式の違いで、アンプリメが採用しているのはカッティング転写と呼ばれ、デザインの鮮明さや色の再現性に優れていて、さらに価格も抑えられるんだそうです。ただ川柳さん、それにしても1枚1200円からは安すぎるんです。仮にアパレルショップで普通に T シャツを買った場合、1200円は決して高い価格帯ではないと思います。それを踏まえた上でお客様の希望するデザインを一から起こし、さまざまな手間暇をかけて植田さんが作り上げたにしては本当に安すぎて、思わずこの価格でいいんですかと尋ねてみると、やっぱり周囲の人からも同じように言われることがあるそうです。もちろん物価の上昇による材料費の高騰などで、今後それを価格へ反映させなきゃいけないケースもあると思いますが、植田さんにとってこの価格設定はもっと多くの人が気軽にデザインプリントを楽しんでほしい、そしてこれまで金額的に諦めていた人たちの受け皿にアンプリメがなりたいという点でとても大切なのだということでした。そんな植田さんに今後の夢についてお聞きすると、うどん屋さんのようになりたいということでした。例えば世の中の経営者にとって共通の目標となるのは、会社を大きくし今よりも利益を上げることだと思います。もちろんそれは大切なことかもしれませんが、植田さんにとってアンプリメとは自分が完成までの全てに携わることを基本としていて、お客様が喜んでくれるデザインを手掛けられた達成感が何よりも嬉しいんだそうです。だからこそ他のスタッフにデザインを任せたりなどして今のスタイルを変えてしまうと、アンプリメがアンプリメでなくなってしまう。なので昔から変わらぬ味を提供し続ける老舗のうどん屋さんのようにずっと愛されるお店でありたいということでした。というわけで今回は
真心が込められたデザインを提案するお店アンプリメのご紹介でした。ではでは、メッセージをいただきました。ありがとうございます。アンプリメのこの上田さんのお客様の要望だったり思いに寄り添うスタイル、とっても素敵ですね。メッセージの中にも1枚1200円からは安すぎるんですって笑いってつけてくれてますけど、本当に安すぎますね。それはお友達グループでちょっとこうお揃いのものを作ったりとか、それからプレゼントにオリジナルのグッズをこうやってオリジナルプリントで作るっていう、そういう少ない数で作りたいっていう方のね、希望にもとっても合うんじゃないかなというところ、メッセージを読んでいても感じました。ありがとうございます。ぜひね、皆さんにも注目してほしいですね。ということで、ラジオネーム教えたガールさんからのメッセージご紹介しました。